皆さんこんにちは。面接してる学生とかを見ると、あの田辺お母さんが水なんかしたりしてる音とかが入ってきたりとか、一人暮らしだったらそんなことになってます。これ今何やってるかって言いますと、音が入ってきやすくなります。そうするとそのスペックが高い、スペックが高いというかちゃんと高機能のマイクを使ったりすれば、ちょっと音小さしましたけど、あの今何やってるかって言いますと、うちのスタッフの天神が、今ですね、ウェブセミナー講師デビューをしてます。あ、やばい、バッテリーなくなる。ありますので、あのそうするとそのさっきも言ったように、あの情報量が、伝わる情報量が少なくなって、こっち、あのせっかくいいものを持っていてもそれがうまく伝わらないみたいなことが出てきますので、できるだけネット環境だけは整えるようにしてください。で、まあそのじゃうまくネット環境できてるかなって不安な場合は、もちろんオンラインキャリプラを使ってもらっても結構ですし、友達通して、今日今うち Zoom っていうのを使ってますけれども、 Zoom はあの簡単に学生もできると思いますので、一回友達と試しにやってみたらいいと思います。それであの音が天がセミナーしてました、ちゃんと伝わってるかとか、映像がちゃんと映ってるかとか、固まってないかとか、そういったところに気にしながら、あの何言ってるか全然わからないです。やってみて実際にやるっていうのがいいと思います。何でも事前に準備してる方がね、あの受ける側も学生も心配なくできると思いますので、注意してもらえたらなと。で、次予定時間の10分前にはスタンバイしておくと。何言ってるか全然わかんないです。ということなんですけれども、あのもうこれは怖い怖いです。オンライン面接というか、普通に対面で企業さんのところに行くときも、もう面接時間が10時やからね、10時ぴったりに行く人いないと思います。あの余裕持って行きますよね。なのでオンラインでも一緒です。ウェブになっても、あの10分前、15分前から入室してる方がいいかなと思います。対面の場合だったら電車遅れるかもしれないとか、道に迷うかもしれないとか、いろいろありますよね。自分がやってる方がよっぽど遅れるかもしれない原因って。オンラインの場合もそうです。ネット環境がうまく急に接続しなくて、実際に今日の私見てられません。まあ、なんとかこのイベントには間に合いましたけれども、あの20分前から準備して、最初の20分前から準備してイベントの5分ぐらい前までネット環境がすごく悪くなっちゃって全然入られへんやん。5分どころじゃないですよ、10分前ぐらいまでつながらなかったんですよ。なったので、実際のオンライン面接でも必ずそういうことがどっかで起きてくるので、事前に10分前と言わず15分前、20分前とかこう入れるように、自分の気持ちも整えて環境も整えておくっていうのが大事かなと思います。お前の環境を整えるって感じです。そのまあここのURL に会場、あの面接の10分前にお入りくださいとか、15分前にお入りくださいとか、まあ、指示があると思いますけれども、そういう場合はあのそれに従ったらいいと思いますが、そんながない場合でも自分で事前に入っておくっていうのは大事かなと思います。で、次服装視線というところですけれども、まあ服装はですね、先ほども言いました、あのスーツですね、いきなり立つみたいなことがオンライン面接の場合は人呼んでんねんなってバレてると思うんですけど、あの録画面接の場合も皆さんも同じように映るわけですから、こう下に置いてると。ちなみに私は今下に置いてます、下に置いてます。置いとんねん、それをちょっと見たりすることもあるので、見とんねん自分も感じになってるかなと思うんですけど、なのであのできるだけカメラの横とか貼っておくといいと思います。細い付箋とか、前に壁があるだったら壁に貼ってみるのもいいかもしれません。でもあくまでも要点だけがいいんじゃないかなと思います。あのだからやっぱりカメラの横ぐらいに貼れる分量ぐらいのメモがいいんじゃないかなと。あんまり量が多いとそっちに、あのそれを読めなかったことに対してまた読めなかったみたいなことになってくると思いますので、あ間違えたみたいなことになってくるので、あのなので、では、さよなら。